英国スコットランドにおけるナポルフォーム蘇生措置拒否とは、終末期医療において、心肺停止状態になった時に二次心肺蘇生措置を行わないこととされる。DNR、ドナー、ナポルとの略称がある。蘇生措置をあえて行わないため、患者と家族の明確な意思表示が要件となる。原則的に患者及びその家族の QOL を改善するためのアプローチである。 回復が不能な状態で一時的に命を取り留めても、終末期にある患者には蘇生措置自体が負担になる、処置を行う間に家族が患者を見取る最後の大切な、時間を失う、などの理由から、患者の負担と見取りにおける家族の悲嘆の緩和が目的である。具体的には、終末期医療において、心肺停止状態になった際、昇圧剤や心臓マッサージ、 気管相関、人工呼吸器の装着などの蘇生処置をあえて、行わない不作為が行われる。DNR オーダーがあろうとも、CPR 以外の全てのケアは地帯なく、そして全ての患者に適切に実施されるべきである。非経口液の投与、栄養、酸素、鎮痛、鎮静、抗不整脈薬、昇圧薬などの介入は、DNR オーダーで、 具体的に指示されない限り、自動的に除外されることはない。患者、家族に対して、緩和医療に移行した段階で、予後の理解を十分に得ていることを条件に、医療者より DNR の方法や意義の十分な説明が、患者自身や家族に行われる。 蘇生措置拒否対応の場合は、医療者と患者と家族の間で医師の確認を十分に行い、取り決めた内容を経緯を含めて文書に明確に記載する。DNR オーダーにおいては、どの介入範囲を控えるかを明確に記載すべきである。口頭による DNR は受け付けるべきではない。さらに、患者が医師を表明できなくなった後は、 家族同士の意見の食い違いなどにも医療者は注意する。近藤一志、生命倫理辞典対応出版、2002年。ISBN 978から48億8469万3039。ABCD、アメリカンハートアソシエーションガイドラインズ、4CPR&ECC、アメリカ心臓協会。 パート 3HTTPS エコガイドラインズハート ORG インデックス PHP サーキュレーション CPR1CC、e、ガイドラインズ -2 ありがとうございます。